40年かかってようやくここまで一つの扉が開いたんだなっていう、もうなんという長い年月だろうって、一体何なんだろうって。やはり今回私自身の思いは、やはり今回のこの米朝、まあ、いわゆる歴史的な米朝会談から始まって、それが日朝の問題にまできちっと届いて対応していただけると、まあ、いうような期待感を持っています。今後ともこの日本の立場から考えた拉致問題、これはきちっとフォローしていきますよという態度が伺われました。まあ、そういうことでは、ますますまあ期待はするわけですけれども、問題なのは今までなんとなくそのずる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 騙され続けてきたっていう経過があるわけですね。だから今回はそういうことは絶対ないようにと、的確な対応をしてもらいたいと。本当に拉致問題ということではっきりとトップの人に届いたんだということは非常に大きなことだったと思いますので、もう家族はみんな老化をしてきましたし、体力的にも弱っております。皆さん多くの方がだから、できるだけ早く本当にできるだけ早くみんなが家族のものと会えるような状況を待ち望んでおりますということだけお願いをいたしました。